江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、サッカーの話題なんですけれども、こちら最新の FIFA ランキングで韓国が下落、お通夜状態の韓国の反応はということでご紹介していきたいと思います。こちらですね、韓国の記事はいっぱい出てるんですよ。ただね、韓国の反応、韓国人の反応がね、全然ない。全然ない。そりゃね、あの嫌な話は見たくないでしょうよ。うん。で、なんとかですね、こう掲示板の反応もかき集めて、こちらね、今回ご紹介したいと思います。まずはですね、記事の方からいってみましょう。くーちゃん、お願いします。K-国サッカーが歴代級の接戦を繰り広げた中、国際サッカー連盟 FIFA 世界ランキングでアジア1位日本からますます遠くなっている。ランキング100位台のチームであるパレスチナとの引き分けが致命的だったと見られている。アジアサッカー連盟 AFC 所属国の中では日本、イランに次ぐ3番目だ。 FIFA は29日、K国時間に11月の男子サッカー世界ランキングを発表した。 K国はランキングポイント 1585.45 点を記録し、前月の22位 1589.93 点から1ランク下がり23位となった。これは2026年北中米ワールドカップアジア地域3次予選でパレスチナと1-1で引き分けた結果が反映されたものとみられる。先月の FIFA ランキング発表以降、K国サッカー代表チームはアジア地域3次予選で2つのアウェー戦を戦った。14日のクウェート戦で 3-1 の勝利を収め勢いに乗ったが、19日のパレスチナ101位との試合では予想外の引き分けを記録し、ランキングに影響を及ぼした。パレスチナ戦の引き分けによってランキングポイントが減少し、1ランク下落したのだ。K国はパレスチナとの試合で前半から試合を主導し、先制点を挙げたものの、後半に守備の集中力を欠いて同点ゴールを許し、1-1の引き分けに終わった。 FIFA ランキング101位にとどまる。パレスチナは客観的な戦力では K国より下と評価されていたため、この引き分けは衝撃的な結果と受け止められている。パレスチナ戦は中立地域であるヨルダンで行われ、予想以上に激しい攻防戦が繰り広げられた。K国は試合後半に決定的なチャンスを生かせず、守備のミスで失点を許し、勝ち点1を追加するのにとどまった。このため、FIFA ランキングポイントで損失を被り、順位が下がったとみられる。アジアサッカー連盟 AFC 所属国の中では、日本が依然として最高順位を維持し、15位となった。続いてイランが18位に1ランク上昇し2番目を占め、 K 国は23位で3番目となった。オーストラリアは2ランク下落して26位となり、アジア上位国の一員として位置している。 C 国は92位で大きな変動はなく、北朝鮮は111位となった。はい、というね、記事でした。それではですね、韓国の反応を見ていきましょう。はい、それではですね、1人目こちら。パレスチナと2回引き分けたけど、健闘したな、かっこ笑い。日本はトップ10に入りそうだ。自分が死ぬまでにアジアランキング1位を見る日が来るのだろうか。ちなみに、K国サッカーがアジアの FIFA ランキング1位やトップ10入りしたのは、もう20年前のことだ、かっこ笑い。メンバーは歴代最高と言いながら、実際の FIFA ランキングは歴代最高には程遠いな。日本代表は歴代最強と言われているが、大谷翔平の影響で人気が低迷しているのが皮肉だ、かっこ笑い。本大会に進出する際に抽選ポット2に入るには23位以上が必要だが、パレスチナと引き分けたのが痛いですね。はい、という反応でした。それではですね、チャットの反応を見ていきたいと思います。はい、それではですね、上の方からいきますかね。だって負けてるじゃん、分かってたでしょ。上がると思ってるのが笑える。世界から見たらお通夜くらいがちょうどいいわな、かっこ笑い。だからモーシーと北とだけやってろと、なんといえば笑。飛型戦でのテレビキャスターや司会者が K が点取ると大騒ぎして、日本が点取ったり勝つとお通夜になるのと一緒にか。テレビ朝日が速報でニュージーンズの記者会見やるようなもんですよ。相手舐めすぎなんだよ、だから足元すくわれるんよ、わら。
どこの国のマスコミだよって思うよね。せめて上位ランクになるようにアジアランキングで発表するのかしら。世界ランキングで発表したら、わら。ま、冷静、客観的な分析ができずに見下すところからスタートするからな。警告って賢い人が多いから頭脳戦でやってみたら、あ、でも体力がないってことか、わら。まあ、サッカーと野球どっちも好きという人はあまりいないからな。お前らは毎年歴代最強言うとるやないか、わら。反則ばかりするような国を順位に含めるっていうのもね、こういう問題のある反則する国を別の枠に分ければよいのに。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。